カツラ・タフト協定とは、日露戦争中の1905年7月29日に、日本の内閣総理大臣権、臨時外務大臣であったカツラ太郎・タロとフィリピン訪問の途中に来日した、アメリカ合衆国特使であったウィリアム・タフト、陸軍長官との間で交わされた協定。カツラ・タフト覚え書きとも呼ばれる。韓国では、カツラ・タフト密約と呼ばれる。なお、 タフトは後に第27代アメリカ合衆国大統領に就任した。ウィリアム・タフト・カツラ・タローこの協定当時、日本軍は日露戦争中であったが、すでに日本海海戦での勝利を経た後で、ロシア帝国軍もセオドア・ルーズベルトによる講和勧告を受け入れていた。またアメリカ合衆国は、同国中間公使のホレース・ニュートン・アレンを解任しており、 アレンは1905年6月に大韓帝国を去っていた。アメリカのルーズベルト大統領は自身のフィリピン政策を議会に支持してもらうためにタフト陸軍長官を団長として議員30人を含む総勢83人の大型外交団を派遣することにした。1905年7月8日、サンフランシスコを出発したタフト外交団はホノロル経由で7月24日、 横浜港に到着した。日露戦争中の日本訪問の目的は、日露の和平交渉役となるアメリカが、日本の退路要求を直接確認すること、大統領の娘、アリスをメンバーに加えることで、前年の、伏見の宮さなる新能の皇室外交に対する、返礼、及び、日本がフィリピンへ、いかなる介入もしないと約束させることであった。 1899年7月21日、フィリピンに武器を運んだ布引き丸は嵐で沈没したが、日本にくすぶり続けるフィリピンに対するアジア人としての同情の火を消すことがタフトの最も重要視した案件であった。この協定では、米国は当時の大韓帝国における日本の支配権を確認し、日本は米国のフィリピンの支配権を確認した。 列強が勢力を模索する時代の中で、日米首脳が相手国の権利を認め合った協定と言われ、その後の日米関係を円滑にするものであった。また1902年の日英同盟を踏まえたもので、日英前の三国による東アジアの安全保障について意見が交換された。協定は、語形的に署名された文書や秘密の条約ではなく、 合意を記した会合を覚え書きであり、この合意覚え書きは、アメリカ外交士屋だった、タイラー・デネットが、アメリカ議会図書館に保存されていたセオドア・ルーズベルト大統領の、プライベート資料とラベルの貼られたボックスの中でこれを、発見して、雑誌、カレントヒストリー、ルーズベルト大統領が結んだ日本との秘密協定に、タフトが時の国務長官、エリフルートに当てて送付した。 合意の伝聞を掲載した1924年まで公表されなかった。この協定は東京で日本の桂首相とウィリアム・タフト特使が1905年7月27日の朝から外務時間、チンダ・ステミの通訳の下で行った会合の記録から長時間になった機密の会話の部分で構成されている。覚書には1905年7月29日の 日付が記入されている。日本側の原本は消失している。ルーズベルト大統領やエリフルート国務長官は、カツラ首相との協定を議会に報告せず、指摘文書として処理した。ルーズベルト政権内部の交換でこの覚書きの内容を知らされていたのは6人程度だった。アメリカでは、協定を条約とするためには、上院の3分の2以上の賛成が必要だったが、 フィリピン併合に反対する勢力もあり、その可能性は低かった。その上、これから始まるポーツマスの日露交渉の中海約をするアメリカが日英同盟のサイレントパートナーであることを公にすることもできず、この協定を秘密にせざるを得なかった。会合では、主に3つの主要な議題が論じられた。この協定の中で、カツラは大韓帝国政府が 日露戦争の直接の原因であると指摘し、朝鮮半島における問題の広範囲な解決が日露戦争の論理的な結果であり、もし大韓帝国政府が単独で放置されるような事態になれば、再び同じように他国と条約を結んで日本を戦争に巻き込むだろう。したがって日本は大韓帝国政府が サイド別の外国との戦争を日本に強制する条約を締結することを防がなければならないと主張した。カツラの主張を聞いたタフト特使は大韓帝国が日本の保護国となることが東アジアの安定性に直接貢献することに同意した。タフトはまた彼の意見としてルーズベルト大統領はこの点に同意するだろうという彼の確信を示した。タフトは この会談での合意を、米国政府へ伝文で送付し、伝文を読んだルーズベルトは7月31日、カツラとタフト間の会談は、あらゆる点において全く正しいこと、タフトが語ったことすべてを自分が確認したことを、カツラに伝えることを内容とする伝文をタフトに送付した。それを受けたタフトは8月7日、マニラからルーズベルトが自分たちの会談における自分の発言を、 すべての点において確認したという内容の伝文をカツラに送付した。カツラは翌日に日露講和会議の日本側全権として米国ポーツマスに滞在していた外相小村寿太郎にこのことを知らせることによって日米間の合意をめぐる一連の行為は完了する形となった。カツラ、タフト協定及び第二次日英同盟、日露戦争の結果、 日本の勝利で、講和成立し締結されたポーツマス条約によって、ロシア帝国にも朝鮮に対する優越権を承認させた結果、事実上、列強のすべての国が大韓帝国に対する日本の支配権を承認した結果となり、その後、第二次日韓協約が締結され、大韓帝国の外交権は日本に接収されることとなり、事実上、保護国となる。しかし、 構想は、この第二次日韓協約の裏を書く形で、再び1907年にハーグミッシュ事件を引き起こし、結果として単位させられることとなる。1910年8月29日、韓国併合が実現する。この協定は、現代の大韓民国においては、韓国の生存及び主権問題に関してアメリカ合衆国が、 いかに信頼することができない国家であるかの実例としてしばしば引用される。韓国の歴史家には日本による韓国併合の直接の原因であるとする者も,もいる。ありがとうございます。